はい、今回はね、ハリウッド is scared to death with AI。ハリウッドは AI で死ぬそうだと。But we love this cutting edge innovation という、まあ、ブログがあって、これかというとですね、diff to lip と。diff って diffusion。で、to にね、ただ、lip は唇。で、これは新しい AI、diff to lip っていうのはですね、何かというと、俳優があらゆる言語を喋っているようにできる。まりね、普通吹き替えってあるじゃないですか。あの時にリップシンクしてないよね。喋る言葉と。あれをね、ここの口の部分だけ取り出して、ここの動きをリップシンクするんだって。で、そういうのが Diff to Lip というソフトで、で、これはね、まあ、DALL-E とか Stable Diffusion、Diffusion モデルを使ってんだけど、まあ、しかしそれだけではないわけで、もっと非常にこう、音声の同期とかフレームの一貫性とかも、ね、ここ切って、で、ここの口の部分をリップシンクしたものを入れ込むんだから、なかなかすごい技術じゃないですか。で、そういうものが、まあ、できたよと。別にハリウッド死なないですよね、それでは。いや、だから、ハリウッド死ななくて、But we love this. Love って書いたら、This cutting edge innovation。スキャットです。だから、非常に恐れる。死ぬほど恐れてるけど、でも喜んでる。まあまあ、そうだ。だから、そんな技術ができちゃったことにはたじろいでるけど、でもいい技術さんって思ってるってことですか？つまり、マーケットがね、広がるわけですよね。そうで、か。世界中に広がるじゃないですか。で、普通ね、英語の場合、まあ、字幕は普通出るんだけど、あれ、まあ、読むのちょっと大変だし、で、また字幕作る人も結構、専門職で、で、例えば小さな国なんかね、ないかもしれんじゃないですか。まあ、例えばね、まあ、極端な話、アフリカの小さな小国があったとして、で、そこの言語、こうね、翻訳する人いないかもしれないけど、まあ、その気になればね、ハリウッドがその気になれば、リップシンクできるってことですよね。だからまあ、そこまで小さいところやるかどうか知らんが、まあ、何十カ国がやるって。あ、これね、韓国の映画で、寄生獣っていう映画があって、これが世界的に、まあ、韓国語で視聴されたそうなんだけど、で、これをリップシンク使ったら、まあ、要するにね、英語とかフランス語とかにできるよと書いてありますね。まあ、今のハリウッドにとってはあんまり損害を与える技術じゃないですよね。多分ね、今むしろまで広げてくれ競る合がなかったんだから。技術に聞こえますけどね。まあ、それで潰れる会社もあるんでしょうけど、まあ、多少はね。日本の側のその字幕書く人とかまあ減っちゃうかもしれない。幕書く人。日本で有名な人いるじゃないですか。戸田奈津子さんですかね。あれって結構大変な仕事なんでしょ？いや、大変だと思います。あと、映画ならではって、ちゃんと短くしなきゃいけないし、っていう、だから、多少意味は犠牲にしてもなんかニュアンスの方を大事にしてとか、いろいろテクニックがあるみたいですね。ですよね。まあそういうのがね、もはやね、文化財みたいになるかもしれんわけよ。だってもういらないもんね。俳優が喋れば。まあ、それ翻も訳ね、そのね、例えばまあ日本語に吹っ替えるときに、それを声優がやってるんだったらまだね、声優の仕事あるけど、それ機械がやるわけでしょ？そうか、吹き替えの声優、その人がいらなくなるかいらなくなるね。な。まあ、だけど吹き替えの声優さんってなんかに、日本の場合は、俳優さんとかですよね。だから、普通の所俳優さん属になりますがあか？る人が多いような気がしますね。あるいはアニメの声優やってる人を吹き替えもやることあるかな、やそりう。ますね。え、だそっから、ちで見に行く人いますからね。声優さんも、ああ、そうなんがでフすァンで、みたいな。ね。そういアうニのメは。の声優さんはすごい人気者ですよね、今ね。だからまあ、本職がある人が、ちょっと副職みたいな感じ、副業みたいな感じで、映画の吹き替えやってることがあるんで。まあ、だけどね、ハリウッドのなんか、この、
ショックを与えるって言ったら、やっぱり生成 AI そのものじゃないんでしょうかね。シナリオ書いたりとかそういう方ですかね。そう、AI そのものを作るのがもそっかそっか、動画を作っちゃうっていう、そっちはちょっと。動画もすごいですよ、今。もう俳優もいらなくなると思う。いやー、ほんとそうかも。冗談じゃなくなってきましたね、それね。そんなもんでよろしいでしょうか。はい。